続いてですね、なぜ日本でね、こうまで復興主義者ばかりがいっぱい出てくるのかっていう問題の根っこの話です。一番の基本はですね、あの戦争を遂行した人間が戦後の支配層にそのまま残ってるっていう問題ですね。これがドイツとの決定的な違いです。あのユダヤ人600万人殺害したナチスドイツは戦後責任ある地位に登場するなんてことはありえなかったわけですね。いまだにドイツ政府は個人保障の対象を広げてますよね。11月ですよね、7万人ほど個人保障の対象を広げた。戦争で先代のナチスがご迷惑をおかけしました皆さんって言って、日本は全然違いますよね。例えば太平洋戦争が始まった瞬間に商工大臣だった岸信介は、これは傀儡国家満州を統治した日本側のナンバー2ですね。そして日本で若者が戦争に行って労働力が不足するから中国人朝鮮人を連れてこい、奴隷ですね、奴隷狩りを日本軍にさせました。ウサギ狩りとか老公狩りって言われたやつですよね。それを支持した最高責任者商工大臣でした。で、戦後永久戦犯容疑者として巣鴨の刑務所に入ったわけですね。ところが48年12月24日に刑務所を出てきます。一緒に出てきたのが小佐野賢治と笹川良一ですよ ね、オール親米右派ですよね。出てくる条件は何であったか。アメリカ言いなりの政治家運動家として、今後はアメリカ様に逆らわずに頑張ります、これが条件ですよ。それで出てきたわけですね。日本の右派は、中国や朝鮮や、ソ連の悪口は散々言いましたが、沖縄で日本の人間が米兵に暴力を受けるときについてはことについてはほとんど何も発言しませんよね。まあ見事な民族主義者だな、片面的な民族主義者だなと思います。この岸信介が自民党を作った初代幹事長ですね。そして57年には首相になったわけです。変な国ですよね。ドイツでですよ、ナチスドイツの幹部が戦後大統領になったら我々皆さんどう思いますか。気持ちの悪い国だな、怖いな、行きたくないなと思いますね。ドイツはしなかったんです。したのはこの国ですよ。戦争が終わった12年後にですよ。アジアの人からすれば傷が癒えてない段階で、おい、この間の戦争指導者を、うちの父ちゃんを中国から連れて行ったあいつが日本の首相だって、しかもその選ばれ方は普通選挙権のもとですよ。国民が選んだんですよ、ね、ここにね、国民全体の侵略戦争に対する意識の希薄さ、戦争で日本人がひどい目に遭ったという記憶ばかりあって7倍殺したっていう現実についての、あの感覚の薄さですよ ね、がよく表れてるわけです。日本人は平気で45年に戦争終わったって言いますよね。あれはもう日本人が死ななくなったっていう話です。だから日本人が腕をもぎ取りね、親を失わせね、目をもぎ取った被害者はアジアにいっぱい今も生きてるわけです、ね、そのことに対して気持ちが及んでないからね、45年日本は平和になりましたって言えるわけですよね。よく考えるべき問題だと思いますね。マスコミもそうですね。朝日毎日読売は戦時中と何も変わっていません。代表選手が正力松三郎ですよね。そして彼も永久戦犯容疑者だったわけですが、戦後アメリカから原発を、ノーチラス号の中に入っていたマークワンを陸地に縦に置いたっていうやつですよ ね。それを成し遂げて、アメリカ言いなり型の、マスコミ人として活躍するわけですね。このあたりちょっと飛ばしますが、慰安婦問題ですが、橋本さんの慰安婦問題は韓国が証拠を出せって言ってましたけれど、これ奥の建物が慰安所です。慰安所っていうのは、あの現地にあった建物を接収するとかですね、新しくプレハブを作るとか、バナナの墓げでとか、いろいろすごい多様なんですね。今レイプされてるわけです。軍、日本の軍と政府が作りました。ですから最高責任は裕仁にあるわけです。昭和天皇です、ね、はい、で後ろにいる兵隊たちは何をしてるかっていうと、自分の順番を待ってるんです。レイプの順番待ちです。実はこういう光景を水木しげるさんが自分の漫画に何回も描いてます。水木さんは南方へ行かされて、米軍の機銃掃射でしたっけね、左腕がブラブラになったと。で命からがら自分の本体に戻ったら、お前落とさないと死ぬぞって言われて、麻酔なしで腕を切り落とすわけですよね。まあ衛生兵に抑えられて、
で戦後彼は左の肩の付け根で紙を押さえながらゲゲゲの鬼太郎を書いてきたわけです。合わせて彼は戦争体験の悲惨さ、あるいは悲惨な中にも人間の愛情があったっていう、現地の人との愛情ですけれども、ね、それをたくさん漫画に書いてるんです。その漫画の中にこれは繰り返し登場するんですよ、ね、一番末端の兵士であってもよく目にする光景であったし、もちろん印象的な光景であったということですね。